ください。それでは、これで。こんにちは。今日は寒いです。表は雪が降ってます。これではね、もうお客さんも今日は来ませんしね、もう予約もありませんから、もう私のまかないをご紹介いたします。もうあったかいものがいいなと思ってですね、今日はけんちん汁を作ります。でけんちん汁をね、ただね飲むだけではちょっとお腹には物足りないので、まあ、けんちんうどんかな、ちょっと薄くくずをひいてね、あったかいうどんをまかないで食べようと思います。まあご家庭でやるにはちょうどいいかもしれませんので、ご紹介いたします。それではね、材料からご紹介していきますので、どうぞご覧ください。はい、それでは材料をご紹介いたします。けんちん汁というぐらいですからね、まずはね豆腐ね、豆腐が入らなきゃけんちんと言いません。お豆腐、これは私は木綿豆腐、この辺はお好みで、まあ、絹はでもどうかな、崩れやすいのでね、木綿をおすすめしますが、お好きな方を使ってください。それとこんにゃくです。あとは長ネギ、隠れてますが人参、それとごぼう、あとは大根、それとね、しいたけでも何でもいい、キノコ類がねちょっと冷蔵庫にありましたので入れます。しめじ、えのき、もう冷蔵庫にあるものを何でも使いましょう。それと里芋です。あとここ生姜あるんですけどね、これ生姜はねこんないっぱい使わないんですけど、おろし生姜をね最後にちょっと体が温まりますから生姜を使います。それと、まあ、うどんはね、乾麺使います。乾麺、はい、こんなところでしょうか。あとお出汁ですね。で、まあ、下処理してあるもう里芋とかはいいんですが、包丁するものをしていきましょう。もう私もう麺が大好きですから、本当はね具があんまり入ってない方が好きなんですけど、まあ、けんちん汁でね具が入ってないというわけにいきませんので、まずそうだな、何からいこう。じゃあ大根からいきましょう。大根は皮むきません。大根、人参は皮むきません。で、胃腸に切りましょう。ですがちょっと大きいから3等分にしようかな。こういうこんな感じの、あ、これでね、そうですね、5、6ミリの幅に切っていっちゃいましょう。はい、まあこんな感じです、厚さは。そして人参も皮むきませんよ、もったいない。人参もこれはもう大根と合わせてください。大体大きさはもうですから半月ですね。で、同じような厚さに切りましょう。はい、こんな感じです。これ一緒で、それとごぼうですが、ごぼうはささがきね、ささがきというのはこうやってやります。ごぼうを回しながらこういうふうにね包丁をスッと横にスライドさせるとささがきができるんですね。あんまりこうごぼうが太いときはね、こう縦にこう線入れておくといいですね。適当に入れておくと、まあ、それなりの細さになります。で、最後の方こうなってしまったら、もうこれね半分または3等分ぐらいにしまして、あとはこう斜めに切ってください。こんな感じで、これはね、水にちょっとさらしてアクを抜いてください。はい、そうしましたらしめじね、しめじはもう下のこの硬いところをちょっと跳ねて、もうこの大根人参と一緒でいいです、ほぐしてください。で、えのきも下のちょっと跳ねていただいて半分にしましょうか。はい、こんな感じで、あとはこんにゃくですね。こんにゃくは半分にして、それでそうですね、まあ、大根とかと同じぐらいかな、こんな感じで、まあ包丁使わずに手でちぎっていただいたり、なんか器を利用してこうちぎっていただいてもいいです。
その方がいいかもしれませんが、ちょっとね、あのうどんと一緒に食べるのでね、あまりゴロッというのは私は良くないかなって、食べづらいかなと思って、今回はこうやって切ります。で、豆腐も半分にして、どうしよう、あまりあれか、ちょっとこの形ではこんな風にして、ちょっとさいの目のようにしようかな。はい、こんな感じですね、ゴロゴロって感じで。里芋はこうもう剥いてあります。剥いてぬめりを取ってあるので、まあ、大きさをね適当に合わせてください。あまり大きいのはこう包丁して、里芋はこんな感じにしましょう。はい、これで、あとネギ、長ネギはですね、そうだな、一度洗っていただいたらね、全部いるかな、全部いらないな、縦半分に割りまして、そしてもう半分に割りましょうかね。そしてね、もうあのザックザックでいいです、こんな感じにしましょう。はい、ネギはこんな感じにします。はい、それではですね、まずね、最初材料をねフライパンでちょっと蹴っ飛ばします。ちょっと油を入れます。まあここごま油を使ってもいいですけど、ごま油はねちょっと私は最後上がりに使うので、サラダ油です。で、こんにゃくですが、こんにゃくはね、湯をしてね、なんだろう、臭みを抜いておくのもいいんですが、炒めるんでしたらその必要なし。全部入れちゃいます、もう。ネギ、豆腐、ごぼうは後で。はい、このぐらい炒めたらですね、鍋に移します。はい、そうしたらね、ここにね、お出汁、作るおつゆの量をね、入れてください。はい、このぐらい入れましょう。寒いのでたっぷり作ります。はい、そしたらごぼうね、ごぼう、ネギはずっと後でいいです。さあ、お豆腐も入れましょう。あとはこれがね沸いてきてですね、あのお野菜に火が入る頃に味をつけていって出来上がりです。ですのでね、ちょっと沸くまでお待ちください。はい、このように沸いてきたらですね、アクが多少出ますから、アクはすくってください。で、あの里芋だの大根人参はね、そのままあの下茹でしてませんから、ここで少々ね、あの時間かけてあの炊きます、火を入れていきます。下茹でしないのはね、あのその方が美味しいからです。まあ、直炊きです。野菜のお出汁がここへいっぱい出ますのでね、あの下茹でしてしまうと全部それ流してしまうので、こういう汁はね直炊きの方が美味しいです。ですから、ちょっとお酒だけね溶きます。このほどほどに沸いてるぐらいでしばらくやっていきましょう。はい、それではね、お芋に火が入ったかどうかね確かめましょう。あ、入ってます。もうあとはね、芋に入れば大根人参も入ってます、大丈夫です。そしたら味をつけますね。私のけんちん汁はやはりお醤油味ですね、お醤油味。まずはちょっとね、みりんを入れますね。みりんはこのぐらい入るかな。お醤油はね、濃い口、薄口、まあお好きな方使っていただいていいですが、まあ私は薄口使います。薄口倍ぐらいか。
まあ、こういう色だね。私のけんちん汁はイメージがこうです。ここであとお塩ですね。お塩、お塩はこれ。もうここで味が決まったらネギ入れましょう。それとですね、あがりにね、ごま油、ごま油をちょっと垂らします。どのぐらいかな。これでもう一応一煮立ちしたらですね、出来上がり。はい、もうこれでね、出来上がりです。軽くアクをすくって火を止めましょう。はい、完成です。それで私けんちんうどんまかないですから、けんちん汁はもうこれはこれでのいただきますけれど、ここから少し取ってですね、うどんのつゆにしますので、もう具材とともに汁をいただき、ここにねとろみをちょっとつけるんです。少しですよ。あんまりあんかけのようにはしない。薄くとろみをつける。水溶きの片栗粉このぐらい。これ分かりますかね、こんな感じ。こう少しこう糸を引く感じね。これでグー、ね、一度片栗をね入れたら必ず沸かしてください。粉っぽさが残りますからね、沸かさないと。で沸いたらこれで OK。 これでうどんの汁は完成です。そしてあとはうどんを茹でていきましょう。はい、だいたい 90g ぐらい入れました。これちょっと時間かかります。10分ぐらいかかるので、茹で上がりまでお待ちくださいね。はい、麺も茹で上がりです。ここでじゃあ一度ね、水で洗ってビシッと締めて、また再び温めて盛りましょう。はい、それではね盛ってみましょう。はい、まずうどん。はい、このくずを引きましたね、薄くずを引きましたけんちん汁を上からかけます。よし、よし。そしてネギね、ネギごそっと青ネギを乗せましょう。それで冒頭に言いましたが、ここで生姜をね、生姜、おろし生姜、おろし生姜をちょっとこう添えておこうと。さあ完成です。はい、まかないけんちんうどんの完成です。これは温まること間違いありません。食べるときにね、むしろやけどに気をつけていただきたいと思います。こんな雪の日にはですね、もってこいのまかないだと思います。一度どうぞお試しください。それではこれで失礼いたします。